フランソワ・ジュリアンは、フランスの中国学者、哲学者、比較思想学者、エコール・ノルマル・シュペリュール出身、アグレガシオンと文学博士号を所持。当初は、ギリシア哲学を研究していたが、中国哲学に関心を寄せるようになり、1975年から1977年、北京大学と上海大学に留学。1978年から1981年、 香港の中国学フランス支部に責任者として赴任。1985年から1987年、東京の日仏会館に在外研究員として赴任。1990年以降、パリ第七大学教授、パリ第八大学教授、マルセル・グラネ研究所創設者研所長、国際哲学コレージュ議長などを歴任。膨大な著作があり、 多くの国で翻訳が刊行されている。A.B. 道徳を基礎づける。モ申し VS カント、ルソー、ニーチェ2017年。ピアニッシモ、331から333。著者紹介 A.B. ラマール・クリスティーン。シノロジーから、言語科学までヨーロッパの中国語学の多様性。日本中国学会。P7、2020年12月24日閲覧。道徳を基礎づける。 申し VS カント、ルソー、ニーチ2017年、P350、ありがとうございます。